シドマイヤー・シドマイヤー、またはシドメイヤーはアメリカのゲームデザイナー。主にシミュレーションゲームを制作しており、シリアスな作風が特徴。日本語での名称表記がマイヤーとメイヤーの場合があり、統一されていない。1954年にカナダのオンタリオに生まれた。その後、ミシガン大学を卒業し、しばらくゲームとは関係のない会社員として働く。 1982年にマイクロプローズ社の共同設立者の一人となり、シビライゼーションなどの名作ゲームを開発した。1996年からは新たに設立したフィラクシスゲームズ社に移り、現在に至る。ゲームの制作に大きく関わったタイトルはシドマイヤーズと関し、ヒリアルタイムのストラテジーのジャンルにおいては最高級のブランド価値を持つ。また2006年には、 サンフランシスコにある複合レジャー施設メトレオンのウォークオブゲームに名前が刻まれた。シムシティシリーズの発売元であるマクシスからシムゴルフを発売しているがシドマイヤーはシムシティシリーズには関係していない。純不動。ありがとうございます。